皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の8日目です。今回も中学の学習の内容が入っています。まずは小学校の復習からです。四角1、次の計算をしましょう。括弧1、87-6×14 ですね。引き算と掛け算では掛け算を先に計算しましたね。ですから87-6×14、 6×4=24、 6×1=6なので84となって、引き算をすると3、これが答えです。括弧2番、1.6×0.24 ですね。これ筆算をしてみましょう。1.6×0.24 こうなりますね。4×6=24、4×1=4=6ですね。2×6=12、2×1=2でここ3になりますね。で4が降りて、6と2を足して8で3ですね。小数点の位置考えてみますね。まず掛け算をしている2つの小数、小数点以外がいくつあるかを数えます。1、2、3、 3つあるので、後ろから3つ目に小数点が来るんでしたね。1、2、3、ここに小数点が来るので0.384、これが答えになります。答えは0.384、こうなりますね。次です。括弧3、20.7÷0.9、 これも筆算でやってみます。こちらを消しますね。20.7÷0.9 ですね。こうなりますね。この小数点を一つずらしてここに持ってきて9にします。一つずれたので中の 20.7 の小数点も一つ後ろにずらします。207÷9 を計算するわけですね。20の中に9は2つありますね。9に18、引き算をします。20-18は2、そしたら一つ下の位を下げます。27、27÷9は3、27ですから3が立って、引き算をして0、ちょうど割り切れました。ですからこの答え、ね、20.7÷0.9 の答えは23、こうなります。では次、ここから中学の学習です。まだ初めてという人、学習してないという人は、上にこの内容が学習できる動画のリンクが出ますので、そちらで勉強してから、こちら取り組んでみてください。四角に括弧4ですね。下線部に正負の符号のついた数を書きましょうと。丸1、0°C より 3°C 高い温度を、これをプラス3°C、 7°C 低い温度、0度より 7°C 低い温度、これをマイナス7°C、 こう表します。丸2です。500円の利益をプラス500円、こう表すと300円の損失は、これ利益の反対が損失ですよね。ですからこちらではマイナスを使ってマイナス300円、このように表します。四角の3、括弧5です。次の事柄を負の数を用いないで表しましょう。こういう問題です。丸1、-35m 低い、これを負の数を用いない、つまり正の数で表すとどうなるかというと、この負の符号を正の符号プラスに変えて、後ろの言葉を反対の意味を持つ言葉にします、ね、
ですから低いの反対は高いですから、マイナス35メートル低いをプラス35メートル、ね、マイナスをプラスに変えて言葉を反対にして低いの反対の高いと、ね、マイナス35メートル低いというのとプラス35メートル高いというのは同じことを表しているんです。丸2です。マイナス3割の値上げ、ね、マイナス3割の値上げですね。このマイナスをプラスに変えると後ろの言葉が意味が反対のものがきます。値上げの反対は値下げですよね。ですからここをプラス3割にすると後ろには値上げの反対の、あ、のを忘れました、のね下げと、こうなるわけですね。マイナスをプラスに変えると言葉を反対の意味に変える、このことを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。